ブリッツァーと中段後ろ1段12番シベール、今日は後方から2投目800を切りました。2番オメガロマンス最後方です。先頭からおしまいまでは 14,5 馬身。先頭8番ロングボーマン、リード2馬身半で逃げます。3コーナー残り600、 1000m 58秒台で通過しています。2番手は11番ラルバースコーブ、14番ジッピーレーサー、うち6番ビクトゥーラ、2番手3頭。このグループに15番ブライドグルームが加わって、その後ろのグループ大外から追い上げていく9番のスプリッツァーです。4コーナーカーブから直線に向きます。ロングボーマン先頭、2番手からラルバースコーブ、ジッピーレーサー、内を狙ってビクトゥーラ、4頭広がって内から6番ビクトゥーラが抜けてくる。200を切ります。あとその後ろ追い込み勢は大外、2番のオメガロマンスが最後方からの追い込み、内らち抜けた6番のビクトゥーラ、大外2番のオメガロマンス、2番オメガロマンスの差しが届いてゴール。2番オメガロマンス最後方からの追い込みを決めました。3コーナーをカーブして3、4コーナー中間に入っていきます。その後ろから2馬身差で、間2番サーストンコラルド、外は9番ルグランパントル、内は8番 SU ハリケーン、10番トーセンダーク、続いて11番キングクリチャン、その後にストリートキャップが行きました。さらに外から押し上げる鐘の色、最後方からグレーターロンドン、グレーターロンドンぐんぐん押し上げていきます。4コーナーカーブ直線コースに入りました。ハーフストリーマーリードはなくなって、リードは1馬身、2番手の位置から差を詰めるパワースラッカー SU ハリケーン、そしてヨイミヤ、外から追い込んでくるのはルグランパントル、間から5番のデルカイザー、1番外から7番グレーターロンドン、1番外からグレーターロンドン追い込んでくる。さあ先頭パワースラッカー、間から5番デルカイザー、外からグレーターロンドン捉えたか、ゴールイン。11番デュールサイクル盛り返していって、最後方12番グリーンスレイトの展開で800を切っています。 3,4 コーナー中間、先頭は13番ジャロワイト、引き離して2馬身のリード、2番手4番レッドエランドール、4コーナーカーブに向かって残り 600m、 3番手7番エコロファルコンです。第4コーナーを回って直線に向きました。その後ろから15番ダイシンピースケス、大外は14番ベノムです。直線の攻防、先頭を粘っている13番ジャロワイト、残り 400m、 2馬身から3馬身リード、2番手は4番のレッドエランドール、3番手は15番ダイシンピースケス、さらには9番アナンシエーションが追い込んでくる。その後ろ2番レオカクテル、大外は12番クリーンスレイトも追い込んでくるが、200を切って前は入れ替わった。9番アナンシエーション先頭、大外から猛然と12番クリーンスレイトが捉え切って先頭に変わった。2番手は9番アナンシエーション、12番クリーンスレイト鮮やかに捉え切ってゴール。2着は9番アナンシエーション、3着はどうか、2番レオカクテル追い込んで15番ダイシンピースケス。3コーナー手前です。中段15番タイセイラルーナ、1馬身遅れて3番の時の疾風追走、1番キングソング、2番テキスタイルアート、16番ブロンステーラーと後方固まって3コーナー回っていきます。3馬身差の後方2番手が8番サーティグランド、最後方6番キングカーティス。3、4コーナー中間から4コーナー残り400を切ります。先頭14番ダブルフェイス、リード1馬身で4コーナーから直線、押しながらギャラクシー X が2番手、3番手からウィン・オスカーが2番手に進出、あるいは12番のコンドルヒデを追い出した15番タイセイラルーナで200を切りました。14番ダブルフェイス先頭ですが、捉える9番のウィン・オスカー、そして食い下がる13番のギャラクシー X に猛追は8番のサーティグランドがものすごい足で追い込んで一気に捉え切ってゴールイン。8番のサーティグランドの追い込みが決まりました。6馬身7馬身大きく離れまして、後方から12番のレーザーハット、残り800を切って先頭を切るビッグキャンブラー、1馬身のリード、2番手に7番のブラウブリッツが差を詰めてきますが、さらに外からはシャドウエミネンス、また3頭がほぼ並ぶような形、これを追ってデュアルスウォード、外から差を詰めて残り600を切りました。内にコースを取ったケイアイヘルメスも4番手のうち直線コースに向かいました。これから直線に入って中をついてはエイブ・ポセイドーンがこれから追い上げに入ります。大外からはタビトが追い上げに入っている。残り400を切って、さあ先頭は今度は外からデュアルスウォードか、タビト、そしてしかし中から敬愛ヘルメス抜けてくる。敬愛ヘルメス、デュアルスウォード、この2頭が抜けてきた。タビト3番手、大外から一気にレーザーバレットが一気に差を詰めて前を捉える勢いか。200を切ってレーザーバレットが一気に先頭だ。2番手には敬愛ヘルメス、3番手にはタビト、外からコスモバロンも追い上げてくるがレーザーバレット合理。2着は4番敬愛ヘルメス粘りました。3馬身ほど、8番のコントリベールが2番手、3番手体半分先、9番のドリアード、差を詰めていって800切りました。あと4番手グループ3頭で、うち1番ハードループ、2番のコスモフーレーが続きます。外を通って6番のホレクラフト進出、坂を下りながら4コーナーのカーブに入ります。3
3番のフォレスタ道路、10番エレガントギフト、4番のアースクロニクル最高峰のまま、先頭からおしまいまでは7馬身から8馬身、4番のアースクロニクルは最高峰から大外に出して直線に向きました。先頭7枠の2頭、7番ファルシオン、8番コントディベールの2頭を争いに、3番手から6番フォレクラフト、内を通って2番のコスモフーレ、外から9番のドリアード、それから10番エレガントギフト、4番のアースクロニクルはまだ後方だ。200を切って坂を上がる、激戦だ。8番コントリベール、7番のファルシオン、外からは2番のコスモフーレ、大外4番のアースクロニクル、アースクロニクル、その前に9番のドリアード、さあ外から4番のアースクロニクルがまとめて捉えてゴールイン。4番のアースクロニクル豪快に差し切りました。約32秒9と計測。後ろの2頭は10番ペリトモレノ、そして8番のアルファマム後方グループです。4コーナーカーブ残り400、わずかに大和構成先頭で4コーナーから直線並んで、7番ルベルジェ2番手、さらにはメディシス3頭広がって、メディシス3頭2番手上がって先頭を追っている。4番手がうち3番ナサ、あとは後方13番のフレンドパルで200を切りました。追い込み勢タガノトランキーロ、1番外は8番のアルファマムがぐいぐい追い込んでくる。4番大和構成を一気に8番のアルファマムが飲み込んで先頭に変わった。1番アイボリーアイ2番手上がってきた、アルファマム先頭でゴール。後方から一気の伸び足、8番アルファマム直線だけで勝負を決めました。1番アイボリーアイ2着。この圏内外目7番スマラグド、先団固まっています。この集団を見るように1馬身半差、8番のタガノエブリン、おっとここで1頭落馬、6番のクープランが落馬しています。さあこれに伴ってその煽りを受けて10番のローダーブニールはかなり外、一番後ろになってしまいました。さあ先行争いからこれから第2コーナーを取った3番モズバンディット、リードは1馬身です。2番手内2番のティエラサンタがつけています。そして外魚5番のリュクストリホン、さらに外スマラグドス、ポジションを上げて2番手集団がごった返しています。この集団を見るように4番のウィン・エタンセルはその後、現在5、6番手あたり K8、外からポジションを上げ始めました。さあ第4コーナーカーブ、4コーナーから直線に向かいます。モズバンディット先頭です。リードを3馬身と取っています。2番手3番手かなり広がっている。外から猛然とロードアブニール、ロードアブニールが足を伸ばしてくる。残り200を通過。さあ先頭は粘る粘る3番モズバンディット、モズバンディット粘っているが、ロードアブニール一気に並んでかわして先頭だ。先頭10番のロードアブニール合輪、モズバンディット2着、3番手争い固まりました。スイーパーウェイ接近していきまして、内は2番のランドマーキュリーです。4コーナーカーブに入っています。その後ろからはインプロバイズ、ジャコカッテ、あとは9番のパイメイメイ後方2投目、13番カフジテイク、6番のクロスボウ最後方で4コーナーカーブです。さあ前の争いはわずかにストーミングスターか、直線コースに入りましたコスターレグレ2頭並んでいます。3番手から接近するのは8番のエイシンバランサー3頭広がってきました。その外から接近するエイシンバッケン、そして間からは15番のコアレスキング、さあ広がってきました。さらには4番のビッグリベティも詰めてきました。さあ先頭ストーミングスター、ストーミングスター、間から4番ビッグリベティ接近、外からは14番のエイシンバッケン、1番外から13番のカフジテイクが勢いよく追い込んできた。13番のカフジテイクがまとめて捉えて先頭に変わります。2番手争いは接戦、先頭13番カフジテイク突き抜けてゴール。2着は4番ビックリバティ、3着争いはどうでしょうか。